どこに不満が？労働環境。一番いい国だとは思うが幸せの中でも不満は出てくるような人間は。バイよりうまい飯食って高い賃金もらってる人がいるてん。相対的にはいいけど、絶対的に早いとは言えんのやろ。あんま高賃金じゃないとこやろか。SNS 禁止にすればいい。わがままやな人間は。治安が良くて飯がうまいのだけ本当。言うて先進国の中では中の中か中の下やろ。その先進国ってどこまでの範囲や？ G7 ならそうだと思うけど。増税がね、充実してるから不満が出るんやぞ。治安はどうやろな。東横とか見て見ぬふりしてただけな気がするけど。治安と賃金に関しては年々下がっとる気がするんやが、全てが高いというのも考えものやね。福祉が良いとそれだけ一生に必要な金も増える。だから老後2000万問題なんてのが現れて不満が起きるのかもね。生鮮食品クソ高いのなんとかならんかな。幸せに価値を見出せない、気づかないってとこやろな不満が出るのは。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国、誰か治安の良さでランキング化してや。日本8位、カナダ11位、ドイツ15位、イタリア34位、イギリス37位、フランス67位、アメリカ100位圏外。上の上やんけ。威勢がいいとこは治安悪いな。技術大国？コストダウンする技術ですか？普通にすごい技術でくさ。とりあえず不満一とこの精神であって、出ていくほど嫌ではない。中抜きと底上げ弁当に関しては世界レベル。昔の日本産そもそもコンビニがありません。格差社会です。活力は減退してるとは思う。まあ治安はガチでいいと思うわ。カナダでさえホームレス大量におるし。あっちの人らは金あるのにホームレスになる人おるしな。人付き合いが嫌すぎてそうなるらしい。日本のホームレスの方が多い気がするけど。昔よりめっちゃ減ったぜ。高収入ではないよね。終わっとるなんか言われとる経済でさえ高い安定性によって物価高騰がどれだけ抑えられとるかを認識せんと、文句だけ垂れる人間が多すぎるわ。海外は給料上がってるからどうの言うやつもおるけど全然追いついとらんし、失業率どうなっとんねんてな話や。日本の調査では路上生活者のことで、ネットカフェなんかにいる人間はカウントされん。ただ実態を考えたとしても1万人くらいやろうと思われる。ホームレスは目に見えんようになってきたのかな。オリンピックのせいか知らんが以前は東京行くとようベンチでホームレス見たわ。飯なんか生まれた国の飯が一番うまいってだけやからな。いや、他の国は明らかにまずい。コストで言うと日本の飲食店は神。路上生活者はおらんのやけど、彼らを支えるためにお金を与えてる人間がもっと良い生活ができるはずなのに、と憤ってるのかもしれん。労働環境がね、過剰サービスというか少数意見を拾いすぎてるというか、低賃金にチップ出さないくせに過剰なサービスが当たり前だと思ってる民族だしな。賃金高いの？最低限の生活を保障するってことでそれが国の役目と定めてるからやろ。むしろ30年前のが今より治安に関しては悪かったわ。日本がバランス型ユニットになってしまったからやろ。魅力感じられんのは。科学技術立国というのは失敗したな。いろいろと良いところはあるけれど、借金が多すぎるよね。そういえば日本の借金って言うけど、日本の貸し取る金ってどれくらいなんや。外国人が持ってる日本の債権は300兆円ぐらいちゃうかったかな。逆や逆、日本が外国に貸し取る金や。あ、外国債の保有量やな。米国債は100兆円ぐらい持ってるっぽいな。途上国とかにばらまき言うてしれっと貸し付けにしとる額ってどんくらいなんやろ。でも衰退してるよね。お前が働いてないからだよ。高校生やぞ。今の高校生って日本が衰退してる感覚なのか。かわいそうだな。ネットによって日本を俯瞰で見てると思っている人間が増えたのもあるやろな。技術の衰退って誰のせいでもなくね。外的要因が強すぎて。昔を知らんから今が治安が悪いとか言ってるんや。昔はもっとあかんかったがなぜか海外からは治安がいいと評価されてた。やってる感に弱いよな日本人。今人気アイドルが日本の未来は世界が羨むなんて歌出したらそう叩きに合うだろうな。停滞感は間違いなくある。あの頃は今よりもっと閉塞感があったから受けた。停滞感の中での寒い日本揚げが魚でするんよな。あの頃はバブル弾けて安定志向に変わってきてたからな。自己暗示みたいなもんや。車、家、見たらわかる暗殺するもんがあるもん。衰退して嫌なら海外行けばええやん。成長してるところ行ったら自分が衰退してるだけなの分かっちゃうから。若返られるならええやん。生まれ変わっても日本に生まれたい。理想は少し金持ちで。衰退というより成長限界やろ。わいもそれな気がする。それはある。というか円高進みすぎて今までの成長エンジンだった国内の製造業が空洞化してもうたんや。だからわいは衰退ではなく停滞、と呼んどるんやがな。昭和35、55年くらいは名実ともにアメリカの工場やったし、そのせいでアメリカの製造業が空洞化して今も戻らへんのよな。アメリカからしたら日本に作らせるよりもよその国に作らす方が安いってなったらそっちに行くわな。日本が停滞するのは必然なんだよ。日本が成長しきっちゃったからや。日本でしかできないことがないと潰れちゃうわな。材料化学、マテリアル再生、産業ロボット、半導体製造装置、カメライメージセンサー。この辺やな今でも戦えるのは。まあ日本おらんと半導体作れへんしな今でも。
ここ終わったら終わるけど。アジアが成長しきったら次はアフリカやな、その次はどうなるんやろうな。訪日外国人700万人そこらが4000万人に増えたのは成功と言ってよいだろう。なのに経済は後退しています。後退はしてない。ただ大前進もしてない。他の国はもっとヤバいぞ。こんな日本が未だに経済3位な時点で。おばちゃんがどうで倒れてるのを見つけて救急車を呼んで到着するまで待ってる恩恵民の両親のようなワイも日本にはいるんやで。大学の講義に遅刻しても何も言い訳せんかったから教授に怒られた小心者やけど。言い訳しろ。おばちゃん倒れて救護してたから遅刻しましたなんて恥ずかしくて言えんわ。ええと思うでその心意気。美談みたいに言うけど言い訳すらできないとか終わっとる。だからワイは恩恵民なんやで。まともな会社は軒並みバンバン基本給ベースアップしとるんや。まだ給料上がらんと言っとるやつはまともではない会社に勤めているか、会社に勤めていないかや。文句言うやつも言うほど国に貢献はしてないやんな。愚直な人間をバカにするのも停滞に拍車かける要因やろ。自慢率高いです。労働環境クソです。実質賃金30年連続低下。日本が成長しようがお前らには関係ないぞ。さすがにそこまで底辺の集まりではないやろ。自分より下じゃないと心を保てんのやろ。そっとバツポチしといてやれ。あまりにもネットが力を持ちすぎてるんや。誰かがちょっとネガティブな書き込みをしただけでみんなそれに釣られてく。ネガティブなワイかっこええ、やろな。その点では昭和は確かに良かったんよな。いくら現状に不満を持ってる奴がいてもそれが見えないわけやし。もし昭和の時代にここまでネットが普及していたら、おそらくは同じような意見ばっかりになっていたとワイは思うで。田中角栄ももっと違う持ち上げられ方、叩かれ方してたやろな。実際、よくよく考えてみたらわかることや、あの頃が良かったなと感じた時代はいちいちネットの意見に振り回されなかった。もしくはネットあってもたかが個人の意見だと無視できる程度の普及率やったろ。おっさんは黙っててくれないか？あの頃が良かったっていうのは映画、自分が社会すら知らんかったガキの頃とか、ましてや生まれてもなかったような時代に憧れるな。何も知らんやろその時代。その時代はその時代で庶民は必死に生きてた否定はせんよ。古き良きアメリカ人と同じやろ。いや同じやで。生まれてもない時代に憧れるねあいつらも。ただ昔の日本のが確実に良かった点が一つだけあるとすれば、エマル漫画の修正や。手のレベル低いぞ。2005年あたりならもう強い。夢がない。ロマンがない。お金がない。ちょっと人と違うことしたら叩かれる。昔のマックは安かった。なおハンバーガー230円。ビッグマックセット800円。今ビッグマックセット780円やな。なお1985年当時の東京の最低賃金477円。マックすら高級やったんや。高級というか、学生ではなく家族連れで行くとこやったな。そういえばそうやな。学生が溜まり始めたのは100円マックからか。せやな。ワイおっさんやけどちょうど学生の時ドリンクのただ券配ったり、バーガー65円とかやってたからアホみたいな数毎日食うてた。切り離して使うクーポンあったな。ワイはドリンク S1 日1回までタダでもらえて何度でも使えるクーポンもらったわ。そんなのあったんか。地域によって違うんちゃうか。それきっかけやな。マックがファミリーやなくてガキの溜まり場になったのは。当時は子供遊ばせるスペースもなかったしな。むしろ逆や。日本上陸当時のマックはどこも外の遊び場がセットで店作られてたんや。そんで値下げしてからの新店舗は作らんようなったんねん。そうなんか。当時は消費税なかった。消費税なくす代わりに最低賃金477円にしたらええんやな。とにかくサラリーマンは夢なさすぎるわ。島工作読みすぎやろ。気がつけばおっさんしかおらんでここ。なんか恩師人民の歴史の時間になってて草。何でも聞いてくれ。飯うまいとか言ったらイスラエル人だって自国の飯が一番うまいやろ。イギリスは？一部の国は例外や。イギリス人自国で食える飯が一番うまいに決まっとるやろ。ホテルとか地元の飯はうまいって聞いたぞ。ワイがアルゼンチンにいてうまかった料理、アサート、韓国料理、バーガーキング、紙パックワイン。日本は技術とかより美味しい食事って面をもっと押すべきやと思うんやけど。インタビュアーよく海外でイギリスの飯はまずいって偏見あるねど、どう思う？イギリス人、いやいや、そんなことないよ。このロンドンには中華やフレンチ、インド料理に和食、美味しい飯にはこと書かないさう。ってジョークがあってな。日本にありがちなのは指導者が検討しまくった結果、決断が遅いと言われ、たまに早く動いたと思ったら良くない方に転ぶことよな。例えば、我が国の首相、大臣交代のタイミングが遅いと言われがち。我が国の監督、投手交代のタイミングが遅いと言われがち。あらいは早かったそま。晒し投げやめろ。日本のダメなところは海外の富裕層が見事に言い当ててたな。日本の高級ホテルはなんで高い金ばかり取るくせにサービスがそこらの安いビジネスホテルと変わらんし、従業員のレベルがビジネスホテルと同レベルなんだ。調べてみたら従業員に払ってる給料もビジネスホテル並みじゃねえか。バカにしてるのか俺たちを。だってさ、これはなんとかせなあかんで。ここが日本と海外ではっきりと違うコスパ意識だよな。せやで、ビジネスホテル並みの給料しか払わんからビジネスホテル並みのサービスしかできんねん。って考えや。
でも日本ならビジネスホテル並みの給与で雇って高級ホテル並みのサービスをっていう、コスト意識で運営しちゃうんだよな。実現できてるかはともかく。いくらやれ言うてもビジネスホテル並みの給料で雇う言うて集まってくるのはビジネスホテル並みのサービスしかできんようなやつだけや。従業員の能力を買う、という意識がないねんな日本人には。仮に高級ホテルの現場を経験した人が集まってきたとしても、ビジネスホテル並みの給与で雇うって考えるんやろうな。平等すぎるんだよな、日本という国はいい意味でも悪い意味でも。値段が安いところのクオリティを見れば値段以上のサービスがある店が目立つけど、値段が高いところのクオリティを見るとサービスが値段不相応に低いと見られがち。取りこぼしを許さない風潮があんねん。外資の理系職で働くといかに日本人が勉強しないかわかる。サービスを金で買う意識はまだまだ定着してないよな。ウーバーも贅沢なサービスやし。理不尽な丸が圧倒的に少ない時点で日本最高だわ。それはそう住む場所も選択できるし。同調圧力とノミニケーション、ルッキズムとかも全部海外の方がヤバそう。この30年間をコストの削減で乗り切ってきたようなもんやからサービスの向上で客増やそうという意識がないんかもな。それどころか今は安かろう悪かろうに納得して安い方を選び節約する時代や。日本が技術大国って何十年前の話だよ。不満がない国は逆に不幸やろな。自分たちで改善する余地があって自分たちの力で努力で少しずつでもいいから前進することこそが生きる醍醐味やから。治安が悪すぎる国とか隣国との摩擦がどうしようもない状況やと改善どころじゃないから、それらの国と比べると不満なんてゼロに近いかもね。 Y は別に不満ないよ。 Y も不満ないわ。スタグフレーションやん。知らんけど良い国ほどいろんなもん犠牲にして成り立ってるイメージ、そのしわ寄せを受けてるんよね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。